that shit, get that shit from the place. Get that shit from the place.皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エスドシャックです。皆さん、元気だといいな。今日はですね、なんかスペシャルなファーストテイクの動画、リアクション動画を作ります。今回は、なんか月曜日のファーストテイクの、バードホップのファーストテイクいますね。あれ、間違った。なんかバードホップは、一人だけと思ったんですけど、バードホップはグループだらしい。ごめんね、間違った。でも今知ってるよ。何の曲知ってるの？多分なんか、いろんな曲、知ってると思いますけど、多分間違うね。でもさ、なんかみんな、その前、バードホップとか、リアクションの好きだったら、チャンネル登録して、チャンネル登録よろしくお願いします。なんで日本語できない？はい。でもさ、バードホップ、プレステイク、お願いします。ブーム。ちょっと楽しみよ。ラップのファーストテイクかとか、とかバードホップ大好きよ。川崎ジュフトとか。みんな知ってる。でも、なんか、グループにとしてバードホップ、知らなかった。どうも、バッドホップです。この映像が出る頃には多分、自分たちの、ライブ、東京ドームでやってるんですけど、もう、多分、ない終わった頃だと思うんですけど。ああ、ライブだった。バッドホップは川崎の幼馴染で、本当、生まれる前から病室から一緒だったりとか、はい、パブロとは双子だったりとかして、なんか私も川崎っていう土地で、自分たち幼馴染でやって住んでたけど、今東京ドームで解散ライブってことでこの10年間活動したんですけど、このファーストテイクバードホップライブ、自分たちを応援してくれた人たちとか、かっこいいそう、知らない人たちにちょっと届けれたらなと思います。はい、やりますか。でも知ってるよ、はい、じゃあ行きましょう。いいな、日本のラップは。川崎チューブ、レッツゴー、えい、ブンブンブン、えい、レッツゴー、ウー、なんでマイマイキス、うわー、それはなんか最初、バードホップの曲、最初の聞いたバードホップ曲、うわー、えい、ウー、えい、えい、ブン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 、えい、ブラッド、えい、レッツゴー、いいよー。川崎かな、川崎生まれたラッパーいっぱいね、日本で。なんか、川崎と、大阪も、ラッパーいっぱいね。ちょっと、なんか、日本のフードみたいです。みんな、フード意味わかるの？なんかもしたらなんかアメリカラップだ好きだったらなんか LA とかあのフッド聞いてる。レッツゴー、ブンブンブン、わっ、えいえい、レッツゴー、ドゥ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 、ウー、でもラップのためあの人の声が、みんな名前わかんないですけど、あの人の声が完璧だと思います。えい、えい、えい、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、えい。でも、なんかタトゥー欲しいけど、でも、顔タトゥーとか。でも、なんで、日本に生まれた。Let's go, let's go. Woo! Hey, hey. Okay, 一番かるよ。今一番かるよ。Let's go. Let's go. Hey, hey, hey. なんかみんな怖いですか？なんかいつもみんな川崎が怖いところ
私に怖い、あ、川崎は怖いところで覚えてるけど、覚えてたけど間違うよ。えい、あ、あ、あ、そのシャツ欲しい。えい、えい、えい、みんなラップできるじゃん。みんなうまいじゃん。マジでうまい。ちょっとなんか日本のラップはなんかアメリカのラップ比べに、私日本のラップ好きよ。日本のラップより好き、マジで。あー、ウォー、なんか文化あって、みんななんか面白いことをいつも言ってるから、話してるから面白いと思います。えい、レッツゴー。あー、あお、ウォー、えい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 、熱くないの、レッツゴー。えい、えい、うわー、すごい、パブロですか。私の好きな好きなラッパー、今の好きなラッパー、パブロが、あ、かっこいいすぎ、パブロですか。うわー、かっこいいすぎ。えい、えい、えい、ブックでいいじゃん。なんかそのグループとか、なんか日本のブック、あ、日本のブックになんか世界人のため、なんか日本の文化はなんか日本の文化、ってことを考えてるときにラップとか全然考えないよ。川崎ね、あー、川崎帰りたいじゃん。マジで川崎帰りたいよ。川崎大好き。はい、神奈川川崎住んでたから、うわー、行きたいじゃん。みんな何と思いますか。すごく楽しかった、すごくかっこよかった、楽しかった、マジで楽しかった、びっくりよ。Like バットの人で、マジで、あー、本当にびっくり。なんかフェルテイク、なんかフェルテイクようなチャンネルは、バードホップようなグループ、いるときはちょっと、もし私はなんか日本の文化を、日本の文化のことを考えてると、ヒップホップとかラップップラヒップホップラップップヒップホップとかラップことを考えないですけど、日本はちょっとだんだんに、なんかだんだんにラップの、なんかラップの文化、なんかエンブレイスしてる。Like, it's like the embracing rap. かなかな。でもみんな何と思いますか？コメント欄で教えてください。でも、この動画、Like バトンをして、友達と、なんか、Twitter、X とか、シェアして、バッドホップにシェアして、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。でも、俺はエサシャックです。キューバ、プレイズです。見て、ありがとう。じゃあ。キタシエ、キタシエ、キタシエ、バニプレス。キタシエ、トッププレス。